つい最近までやってた NHK の朝ドラの舞い上がれ、はい、あれも最初の熱意ある投資家の方が投資すると言って、そこから一気に開発が加速したなと思ってまして、あれが僕らで2017年の4月の千葉さんだったというふうに、はい、思ってます。我々がリアルな朝ドラのモチーフになったっていう感動。いや本当にあの時にちょうど千葉さんが1号機俺買うからというふうにおっしゃっていただいて、でそれが今回その第一歩が実現したなというふうに思って感無量です。見た瞬間から欲しくて、はい、欲しいというか作りたい。だから僕もどちらかというと投資家というよりも一緒に作る側として参加したくて、でもまあ自分は投資家であり、投資家以外で何かできることって言ったらやっぱりこういうファーストオーナーになるっていうのは一つ大きいかなと、はい、だそのためにはパイロットライセンス必要なんで、一生懸命その間にパイロットライセンス頑張って取得しようって思って頑張りました、はい、そうですね、僕らの開発の歴史と千葉さんのパイロットライセンス取得の歴史も一緒に動いていて、はい、ありがとうございます。でその間にドローンファンドファミリーもみんな大きくなって、うん、空飛ぶ車だけじゃなくてドローンもいろんなその空を飛ばすための周辺技術とか、うん、たくさん育ってきて、いよいよ多分社会実装現実に近づいてきたんじゃないかなと思って嬉しいです。ありがとうございます。あと少しですね。はい、あと少し頑張りますのでよろしくお願いします。すごっ、初めて入りました。今ここでスカイドライブメンバーが、はい、こんにちは、お世話になります。こんにちは、はい、よろしくお願いします。70メートルまで風が。おお、国内で最大の膨らまして、前席のパイロットは1人で、はい、後ろに乗っている気がするので、はい、今回スカイドライブ SD05 のプレオーダー、国内初ユーザーとして申し込みをさせていただきました。最終的には完全に自動運転で誰でも気軽に空を使える時代が来ると僕は信じています。この未来に行く途中のこの途中過程はどうしても誰かが操縦したりとか誰かが頑張る時間が必要かなと思っていて、そこの、まさにファーストペンギンじゃないんですけれども、最初の一人目に自分がなることで皆さんが、あ、この未来本当に来るんだなと、ドラえもんの世界が本当にやってくるんだなと思っていただけるような、まあ、見本になれればなと思って、購入を決意させていただきました。空の冒険、この機体を使ってですね、僕は自由に友達と家族とみんなと楽しめる時代が早く来ることを願っています。